はい、どうもこんにちは。ギターブライトハイエンドフラの松本です。こちら年明けにたくさん入荷しました新着入荷品です。4本入っております。どんどん開けていきましょう。2本目ですね。行ってみましょう。オープン。おお、ブルーバースト2本目。はい、なかなかかっこいいですね。はい、トランスペアレントブルーバースト、こちらちょっと大ぶりなキルトですね。はい、指板がこちらメープル指板になっておりまして、こちらアバロン、なかなかかっこいいですよね。 USA だと今実はオーダーできないアバロンドットなので、ジャパンならではの魅力ではないでしょうか。はい、これはなかなかかっこいいですね。この個体は結構軽いですね。 3.3 キロないと思います。 3.25 ぐらいであると思われます。はい、こちらもマッチングヘッドストックになっております。スペックの方を見ていきましょう。ほい、ジェームス・タイラー・ジャパンスタジオエリート HD。 ボディがこちらもマム用ですね。ボディトップがキルトメープル、ネックがクォーターソンメープル、指板もクォーターソンメープル。先ほどの個体と指板違いですね。ネックシェイプが、エキストラシンですね。はい、でピックアップが、JTS5500、 JTS5500 スーパーハムバッカー、こちらも同様ですね。コントロールもマスターボリューム、マスタートーン、ミッドブースト、プリアンプがついております。通常の HD のコントロールですね。使いやすいんじゃないでしょうか。こちらの個体はですね、先ほどの個体と比べるとちょっとこう大ぶりなキルトメープルになっておりますね。まあ、こちらはですね、やっぱりこう木目の出方で個体差というか、まあ、個性になりますので、お好み分かれるところではあると思うんですが、好みでですね選んでいただければと思います。こちらも同様にナチュラルバインディングが施されておりますね。はい、もうキリとした輪郭の際立った個体になっております。まあ、こちらもね、こんな風に動いてみるとこう木目の印象がかなり変わります。はい、非常に楽しい個体となっておりますので、ぜひご興味ある方はお問い合わせお待ちしております。よろしくお願いいたします。